皆さんこんにちは、さとこでございます。今日は一日の食事内容とかいろいろ撮っていきたいと思います。皆さん熱中症ならないように気をつけてください。本当に暑いからね。午前中だけ仕事なんですけど、朝ごはんはねまだ食べてないですね。お疲れ様です。暑いね、本当にね。大丈夫ですか皆さん。でまだねご飯食べてなかったんで、ちょっとご飯を作っていきたいと。作るって言ってもお米はもう炊いてあります。そういえば初の新居でのさとこフィキッチンでございます。前よりも広めになって料理しやすそうで、しかもガスで IH じゃないから。今日のタンパク質、こちらコストコのねサラダチキンです。桜鶏ので、こういう感じで真空状態になってるのがこれ3つ入ってて、私いつも食べやすい状態になんかサイコロ状にカットしています。でこんな感じになってて、こんな感じでいつもカットしてます。これをねサラダみたいな感じで盛り付けていきたいと思います。完成までせーのドン。マジックソルト的なやつに脂質はオリーブオイルを大さじ1杯ぐらいですね。でご飯これがね 120g と、あとこちらね大好きなひじきでございます。喉がめちゃくちゃ乾いて、夏になるとアイスコーヒーが美味しくなりますよね。全然合わないけど、めちゃくちゃお腹空いとるぞ。いただきます。ひじきとご飯ってめちゃくちゃ合うよね。ひじきご飯。いただきます。うまい。多分みりんとか砂糖とか糖質もちょっと入ってるんだけど、美味しいので許す。前回紹介したこのサラダチキンなんだけど、これがね、美味しいのよ。うん、朝ごはんというか昼ごはん食べていきます。今日は足トレ。今日も足トレです。まあお尻なんですけども、私はね、サプリ飲むのはだいたいビタパワーとか、ビタミン B とかですかね。まあ、オメガとか、ビタミン C。毎日ってわけじゃないですけど、気がついたら、こういうサプリを取るように一応しています。ではでは、気絶しに、足トレに向かいたいと思います。ここからちょっとアフレコでいきますね。本日は私のパーソナルトレーナーとして働いているジム、東新宿にあるフォルスからトレーニングをお届けしていきます。まず1種目目、スクワットは、私はスミスがあったとしてもできるだけこういうフリーウェイトでやるようにしています。まあ、重心を取る訓練というか軸がブレないようにね、意識するためにやっています。次のブルガリアンスクワットは、20キロのバーに 2.5 キロずつ重さをつけてやりました。で、ここで皆さん質問なんですけども、足のトレーニング、まあ、もしくはお尻のトレーニングの中で一番好きな種目は何でしょうか。ちょっとコメント欄で教えていただければ嬉しいです。ちなみに私はねブルガリアンスクワットなんですよ。これを結構お客さんとかの会話で話すとかなり変人がられますね。はい、私の肌感覚なんですけども、男性の方がブルガリアンスクワット嫌いな人、苦手な人って多いのかなっていう印象を持ってます。はい、そしてこちらはねワンレッグデッドリフトですね。こちらも片足でお尻カブ狙いで私はやっております。女子はね結構アブダクション好きな人が多いような気がしてますけど、皆さんどうでしょうか。何が好きですかね。しっかり落としても力抜かないで上でしっかりグッと固める。で骨盤ちょっと後傾気味で最後収縮で反動力で一気にこう下ろさないように、力をゆっくり溜めながら下ろす。じゃあヒップスラストの説明ですね。これはね私はお尻の上部狙いでいつもやってる種目です。こういうバンドとかあると関節外転意識しやすいんで、これおすすめです。すねとね床が伸身アングル90度ぐらいが一番ベストでお尻に入りやすいですね。
で、まあ、近すぎると前ももだし、ウェイとハム入りやすいんで、まあ、できるだけ90度、あとは、まあ、大腿骨のね、足の長さによってもちょっと個人差はあるかと思うんですけど、顎は引いた方がいいですね。私も疲れるとこうなっちゃうんですけど、こうなっちゃうとね、ちょっとね、腰に入りやすいんですよね。顎をクッと引いた方が最後骨盤後傾しやすい、ちょっとテコの原理みたいな感じで、こういう感じで上げるパターンと、胸残してこういう感じ、胸残してクッと、どっちも別に正解だと思ってて、まあ大事なのはね、上でしっかりお尻をギュッと力入れることが大事なので、まあ、ここに関してはどっちでもいいかなって正直思ってます。ただ腰が結構柔らかい人というか下身点気味の人は腰で上げることになっちゃうので、そういう人はね、ちょっと胸も一緒にグーッと下ろして、グッと胸もちょっと下ろして、グッって感じで上げた方が、まあ、多少ちょっとテコの原理みたいな使うんだけど、そっちの方がいいかなっていう感じですかね。まあ、とにかくこれお尻の収縮種目なんで、この時点で骨盤ぐっと後傾して、力が逃げないようにギュッてお尻に力を入れて、ここでも力抜かない、でここで最大収縮っていう感じが意識できればいいかなと思います。はい、すいません、突然ヒップスラストの解説だけ入ってしまいましたが、本当はねこれ全部の種目解説動画を撮ったんですけれども、要点がちょっと多すぎて動画が渋滞しちゃってるなって思ったので、今回はねヒップスラストのみになります。もしご要望あれば他の種目も解説していきたいと思うので、もしよかったらコメント欄でいただけると嬉しいです。今トレーニングが終わって家に帰ってきました。そしたら山沢さんのプロテインが届いてました。これ全味かと思ってたんですけど、1個カフェラテ、カフェオレ味があったのを、すいませんそれ発注し忘れてたので、とりあえず今4味あるのでこちらを全部飲んでいきたいと思います。これマジでね、フィットネス界に革命が起きたと言ってもいいぐらい破格すぎるのですよ。とんでもない値段なんですよね。Amazon プライムのなんか先行セールみたいなので、1キロ2500円ですよ。やばくないですか？なんかビジネスのこととかよくわかんないんですけど、これ利益出てんのかなって思うぐらい、本当にありがとうございますって。シェイカーに水を入れたので、じゃあラズベリー、ヨーグルト、チョコレート、ミルクティー味っていう順番で飲んでいきたいと思います。超楽しみにしてたんで、1食分、スプーン2杯分らしいんで。では、ファーストシェイク。結構サラサラしてる。めちゃくちゃベリーの香りがする。美味しそう。結構溶けもいいです。素晴らしい。いただきます。めっちゃ美味しい。コビ売ってるとかじゃなくて、程よく酸味もあり、甘すぎない、くどくない甘さなんで、トレーニングの後とか運動後でも、くどくなくて飲みやすいと思う。B レジェンドのベリーベリーストロベリーみたいな味飲んだんだけど、それに結構似てて、それもすごい美味しいなと思って感動したんですよ。それに似てる。なんでこんな美味しいの？なんか家に置いとくだけでもさ、可愛いよね。素晴らしいです、これ。ヨーグルト味。昔ちっちゃい時に食べたヨーグレットみたいな匂いがしますね。サラサラしてる。ファーストシェイク。あ、水キンキンに冷えてたのにめちゃくちゃ溶けいいですね、今のところ全部。いただきます。美味しい。好き。これ水で溶かしてんのになんかすごい濃厚なんだけど、飲んだ時にダマっぽさも一切ないね。ありがたいことですよ、本当に。こんな美味しいプロテインを。これはね、結構定番なんで、気になる。ミロの匂いがする、ミロ。チョコレートって一番飽きないですよね、実際。実食。うん。思ったよりも甘くない。美味しい、普通に。人工甘味料みたいな、ケミってない、全然。意外とさっぱりしてる。海外のとかだとね、ちょっとなんか化学っぽい感じの味がするんだけど、これはね、無理して甘さを出してない感じがして、美味しいです。ラストこちら、ミルクティー味です。ミルクティー味のプロテインは、最後に飲んだのがマイプロなんですよね。で、マイプロのミルクティー味もね、めっちゃ美味しかったから、どうなんだろうなっていう気になりました。溶けはね、全部やっぱいいですね。では、ラスト、ミルクティー味、実食。
でもね、ここから美味しい。200ミリで水入れたんですけど、ミルクティー味とチョコレート味に関しては、水気持ち少なめ、180ミリぐらいでもちょうどいいかな。全部美味しかったです。私なんかがこんな言っていいのかわかんないけど、めちゃくちゃおすすめなんで、皆さんぜひチェックしてみてください。こちらが夜ご飯です。さっきと同じなんですけど、このお肉だけ、このコストコのパストラミビーフ。ご飯はこれは 80g 夜なんでちょっとだけ抑えてます。じゃあいただきます。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。